クラフターチャンネル。動画をご覧の皆さん、こんにちは。クラフターです。今回ご紹介するガンプラはこちら、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズよりハイグレード144分の1スケール、ガンダムバルバトスルプスです。パイロットはご存知、三日月オーガス。このガンダムバルバトスルプスはグレーズアインとの戦闘でボロボロになったバルバトスを回収して強化したモビルスーツです。劇中では蘇ったモビルアーマーとの戦いで激戦を繰り広げることになるモビルスーツですね。ではパッケージを開けていきましょう。ランナーの袋は2つ、パーツは少なめですね。すべてのパーツを並べてみました。ランナーが3枚にポリキャップが1枚、あと付属のシールがついてます。あとは説明書が付属してます。では早速作っていきたいと思います。まずは部分塗装を行っていきます。目の部分を塗っていきます。ガンダムマーカーメタリックグリーンを爪楊枝に塗りつけます。目の部分を慎重に塗っていきます。動画で見る分にはそれほど難しそうには見えませんけど、実際はすごくパーツが小さいのでかなり大変です。はい、こんな感じで目の塗装が完成です。バックパックやふくらはぎなどグレーの塗装が必要な箇所をガンダムマーカーエアブラシで塗っていきます。塗料が乾燥したらマスキングテープを剥いでいきます。下手くそなので大抵塗料がはみ出てしまいます。はい、剥がしていきますが、やっぱりはみ出ちゃってます。次はすねのパーツです。意外と綺麗に塗れました。綺麗に塗れるとほんと気持ちがいいんですよね。もう片方の足のパーツもマスキングテープを剥がしていきます。綺麗に塗れてますかね。おお、どうやら綺麗に塗れているようです。こういう風にしっかり仕上がるとめちゃめちゃテンションが上がるんですよね。はい、もたもた作業してほんとすみません。でもこれ剥いでる本人すごく楽しいんですよね。やってる本人はすごく満足してます。ボディ全体をガンダムマーカーシャープペンシルで墨入れしていきます。シャープペンでの墨入れは簡単な割にかっこよくなるのでおすすめです。パチ組みしかやったことないよ、塗料なんかとっても使ってられないって人は、とりあえず家にあるシャープペンシルを使って一回試してみると仕上がりがかなり良くなることに驚かれると思います。もし線がはみ出しても消しゴムで消せばいいので楽ちんです。おすすめの仕上げとしては、とりあえずパチ組み派の方はパチ組みだけして、シャープペンシルで墨入れだけ行って、最後に艶消しのトップコートを拭けばクオリティが劇的に上がると思います。ちなみに今お送りしている墨入れの動画は3倍速でお送りしてるんですけど、それでも結構退屈な絵ですよね。ということで墨入れ動画はこの辺にしておきましょう。膝の部分のマークを塗り忘れたので極細の筆で塗っていきます。ピントがボケボケでほんとすみません。ちょっとカメラでの撮影方法を勉強してきます。ピントはボケボケですが、このようになんとか綺麗に塗ることができました。ちなみにオレンジで塗る予定が間違えてメタリックグリーンで塗っちゃいました。頭部のアンテナ部分は危険防止のため丸められていますのでバッサリカットします。このアンテナをカットするだけでかなりシャープでかっこいい頭部になると思います。初歩の改造としてはおすすめです。ただし失敗は許されないので注意してください。凹凸が残った場合はデザインナイフで表面を削る、いわゆるカンナ掛けを行うと綺麗になりやすいです。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。全てのパーツをとりあえず綺麗に並べてみました。結構パーツ類は少なめですね。武器もこれ一つ、ソードメイスしか付属してません。寂しいですね。なんかあとは手首に角度がつけられた武器の持ち手が左右1個ずつ合計2つ付属しています。はい、そしてこちらがバックパックから武器を吊り下げるためのマウントアームです。高射砲など他の武器を持ってない場合は残念ながら使い道がありません。ではちょっとパーツを組み立てていきます。はい、組み立て完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。やっぱりかっこいいですよね、バルバトス・ルプスは。鎧を着込んだ侍のような、なんか荒武者のような、そんな荒々しい雰囲気を感じます。回転台に乗せて回してみました。どうなんでしょうね、回転台って。各部の関節を見ていきます。首はこんな感じ、左右には動きますが上下にはあまり動きません。肩のアーマーは上下に動きます。赤いアーマーだけ独立して動かすこともできます。腕はアーマーごと回せば真上に向けることが可能です。アーマーがついた状態でもこれぐらいの角度まで上げることができます。こんな感じですね。結構上がりますね。はい、腰の関節です。360度回転します。ただ前後にはほとんど動かないですね。サイドアーマーがすごい長いんですけど、これがとっても邪魔なんですよね。これのせいで股関節の可動がすごく狭まってます。足の開脚はこんな感じですね。全然前に上げることができません。はい、こんな感じですね。全然上がらないですね。後ろも臀部のアーマーが邪魔になってあげれません。なので前後の開脚はそんなにできないですね。膝は二重関節になってるんで結構曲がります。足首も結構柔軟に可動します。前後左右、十分に動きますね。腕の可動域を生かしてポージングしてみます。こういうパンチとか接近戦が得意なイメージですよね、バルバトスは。荒々しいポージングが一番似合うモビルスーツといっても過言ではないでしょう。続いては足の可動域を生かしてのポージング。敵モビルスーツを踏みつけてぶっ壊す、そんなイメージのポージングです。足元に引いているのはジオラマ用の岩のオブジェなんですけど、火星っぽさが出ていてバルバトスにぴったりですよね。続いてはソードメイスを構えてのポージングです。ソードメイスはバルバトス・ルプスの改修に合わせ、機体の軌道を殺さない形状、重量の装備としてテイワズの技術者がバルバトスのために開発した接近武器です。邪魔するやつはぶっ壊す、接近戦好きの三日月オーガスにぴったりの武器ですね。バルバトス・ルプスの設定資料をご紹介しておきます。軽量の装甲ながら曲線を多用することで被弾時の衝撃を最大限受け流すように計算され設計されている。接近戦闘を好む三日月の機体としては、敵に接近するためのダメージ軽減は重要な課題になっていた。なるほど、接近するまで敵からの被弾を防ぐためにこんな丸っこい形状の装甲になっているんですね。そして荒屋式システムを通したパイロットとの一体感を肉体感覚と近づけるため、フレームの反応指数は三日月の脳が感じる速度感と完全に一致させている。今日までの戦闘データが三日月とバルバトスとを強く結びつけている。なるほど、そういえば劇中でも三日月専用のセッティングにしてあるってすごいなんか強調してましたよね。やっぱり三日月しか動かせないモビルスーツってことですね。はい、というわけで鉄血のオルフェンズハイグレードガンダムバルバトスルプスのガンプラレビューでした。まあ個人的にはやっぱりルプスレックスの方がかっこいいと思います。でもこの機体もアラムシャっぽいフォルムで非常にかっこいいキットだと思います。まあ、簡単に組み上がりますんで初心者にもおすすめできるガンプラですね。動画を気に入っていただけたら高評価ボタンもしくはチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。